コンクルージョン。おはようございます。おはようございます。5月来れちゃいました。12ヶ月カメヤは5月編スタートです。終わりですか？はい。今日の、どんな感じでとか。どんな感じ？はい、こう今サングラスしてマスクしてます。サングラス曇って何も見えてないんですけど。よいしょよいしょ。おはようございます。おはようございます。5月の神山、はい。晴れてくれましたね、奇跡的に。すごい。そうですね、ずっと雨だったね。もう梅雨入りしてるんじゃないかっていうぐらいの雨が続いてたんですけども、はい、晴れてます。晴れたら釣れます。晴れたら釣れる。はい。まあ、スポーニング終わったポソソのスポーの魚って晴れた方が絶対釣りやすいんですよ。はい。雨降ると、まあ、レンジが下がっちゃったりして釣りづらくなるんで、はい、そのもう元々そんなにこう活発に餌を追いたいんだけど追えないっていう産卵直後の魚だから、はい、こう落ちていくとね追い切れないんですよ、こっちが。はい。なので、餌も深いところ少ないし、はい、天気が良くなるとバス浮いてきてカバーの周りウロウロしたりとかしだすんで、はい、とても釣りやすくなります。で今亀山ダムにはおそらくステージ的には4ステージ、まだスポーニングを始めてないやつ、それからスポーニング真っ只中のやつ、それから産卵が終わった直後の、まあ、オスだったり稚魚が持ってるやつとかいうやつで、それから完全に産卵が終わってるやつ、まあ、この2つをポストスポーンで、この前をまあプリスポーンとミッドスポーンなんだけど、まあ、このステージの魚がいます。で、まあ、狙っていきたいのはもちろん、産卵が終わったやつ、ポストスポーンの魚ですね。でなおかつ、まあ、稚魚を守ってるやつはあんまり好きじゃないんで、そうじゃない活発に餌を追ってるやつとか、あるいはこうプリスポーン、これから産卵しに上がってきてるまででかいのがいるんで、そういったのが見えたらそれを狙っていきたいなと。その全てにおいてこの晴れっていうのはちょっとプラスになると思うんで楽しみですね、今日は。ただでかいのが出ないかもしれないんで、まあ、まずはしっかりと魚を釣って、その中にでかいのが混ざったらいいなっていうことをやっていこうかなと思ってます。で釣りの内容的にはトップウォーター、ハードルアワートップウォーターですね、これアイウィングフライこれとアイウィングフライのでかいやつ、それから、はい、ポッパー、ポップ X、またペンシルベイト、そんな感じのトップウォーターを中心にハードベイトはたまに投げるかなという感じです。あとは、まあ、カバー周り、虫とかノーシンカーとか、はい、そういったちっちゃいふわふわしたもの、それからベイト追ってるところがあったらノーシンカーとイッチ、そういったのをしっかりやっていこうと思ってます。アイウィングフライのでかい方にもその、はい、プリントバネのやつってあるん、はい、ですね。僕でこれで初めて見ましたよ。逆にちっちゃい方にプリントバネってありましたっけ？そっちが結構 SNS とかで見かけていて、はい、でかい。あれ、そのアイウィングってそれサイズあれでかいんですよ。でも135じゃないですよね。違います。これね、アイウィングフライなんちゃらってやつです。あ、それってそっちの下の方の小さいやつよりちょっとボリュームが。そうなんですよ。これね、僕もまだよく知らないんですっていうのは、はい、送られてきたばっかりで、これ見せてよかったのかな。あ、ダメだったらモザイクか消しときます、ね、はい。まあちょっとでかいんですよ。でまあ動き的にはアイウィングよりもちょっと強いかなと思うんだけど、羽がでかくなってる分ビアードも出せるんで、はい、まあ結構侮れないやつらです。あ、すいません、俺、はい、今年本当釣りフェスティバルとかなかったんで、はい、そっちの本当当初あったアイウィングフライ、はい、それの羽チューニングだと勘違いしてたんですけど。違います違います。全然ボディから新設計の新しいルアーなんですね。そうですそうです。ああ、なのでちょっとザラザラしてるから、ちょっとそれ釣れるところを見れたら本当。いや、今日アイフリングフライ釣りたいんですよ。毎年これね結構釣ってるんだけど、動画の時にはバラしちゃったりとかして、はい、いつも上げてないんで、はい、今日はアイフリングフライででかいのを上げたいなと思ってるんだけど、はい、まあ、あのパターンはこれだけじゃないと思うんで、はい、なんかね、ベイトを活発に追ってるシーンとかも結構見られるっていう話は聞いてるんで、はい、まあ、そういったとこ行ったら風が吹いたらワンテンとか、はい、そういったルアーもあると思うし、あと、はい、まあ今やってる最中の IGX っていうルアー、それも見たいです。それがもうほぼ完成してるんですよ、実は、はい、で実はこの撮影のちょっと前にもここ来てて、はい、結構出してるんですよね、はい、
でイメージとしては、はい、あの伝説の小森プロと、はい、井出プロが対決してる亀山の動画も時期的にはだいたいこんなような時期だったんじゃないかなと。そうですね、5月の24日でしたね、あれね。あれもすごい激戦で、すごいあの DVD 未だに何回も見てるんですけど。ありがとうございます。あの川島さんという時もね、この時期に1回やってるんですけど、はい、必ず2日目に同戦者に花を持たせてしまうっていうあの時はまだ小森さんはメガバスではなくて、そうですそうです、井出プロがあのメガバスのポップ X とかトップウォーターでボコボコに、そうですね、まあ、一番はハゼドンの脳進化ピクピクで、はい、まあ、ピクピクっていうかまだ関東じゃ流行ってない頃だったんで、はい、衝撃的な映像だったと思うんですよ、はい、まあ、あの時期になんですけど、あの時代に比べるとやっぱでかいアフターのバスがうろうろしてるっていうのはなかなか目撃しにくくなりましたね、はい、やっぱカバーがすごくあれから濃くなってしまったっていうのもあるし、はい、まあ、やっぱりバスの個体数とかそういう傾向もあるんで、はい、まあ、なのであんなシーンがあればいいかなと思ってはいますけど、はい、思い通りにはいかないと思うんで、はい、まあ、個人的にすごい楽しみだった5月編がついに見ることができるなと思って、はい、そうですね、僕も5月はねもうできないと思ってたんですけど、まあそうですね、まさかの緊急事態宣言で、はい、まさかの、しかも千葉県じゃなくて広島県がでまさかの大会延期になってしまったんで、はい、で5月来れてしまいました。まあいいのか悪いのか、はい、結果的には良かったわって言えるように頑張りたいと思ってます、はい、一日お願いします。お願いします。魚探周りが、はい、すごいことになってるんで、おこれはどういう、ローランスのモニターが2つついてますけど、これね、最近僕この、アクティブターゲットローランスの、はい、これまあすごく採用してるんですけど、はい、そのアクティブターゲットをやってる時に地図と魚探が見れないっていう事態に陥ってたわけですよ、はい、なので今回両方つけてみました。ああ今回ちょっと試しで、そうですね、レンタルボートのスーパーセッティングってことで、はい、そうですね、多分消費電力が大きくなっちゃうから、あんまりこれね今日持ってきてるちっちゃいバッテリー、はい、ではちょっときついかもしれないんですけど、はい、まあ、具合が良ければまた リチウムのいいやつとかで運用とかも検討できますもんね。はい、両方見れないと、地図が見れないと。ただね、なんか地図データがさっき読み込まなかったりして、はい、まあいまいちちょっと僕も分かってないんですよね、はい、まあそこら辺もちょっと今日は試しながら、はい、まあちょっと今回スーパーエレキ戦がなんか延期という感じで楽しみにしてたんですけどね、かなりのセッティングも出てたんですけど、ね、はい、あ、それはさりげなく IGX です、ね、これ IGX です。高いですよ。これね、ちっちゃい方なんですけど、はい、大きいのとちっちゃいの両方作ったんですけど、はい、まずでっかい方がやばいです、今動きが。あ、キャストするときにちょっと胸焼けしますね。やっぱ胸焼けが今日の強化につながってくる。いや、でもちょっと心配じゃないですか、胸焼け。さんの体調悪いはもうあんまり気にしなくなってきます。相当今回悪いですよ。相当悪いんですか、うん、うわ、かなりデッドでいいレンジに置いてありますね。だからこれもね、フローティングもあるんですよね。はい、僕もう超デッドスローシンキング。何がそうかって、スイッチしたところで横には絶対動かない。あ、本当だ。その代わりボディが倒れるんですよね。多分その、まあ、愛字だからっていうのはあるけど、はい、まあ、他の愛字は毛だけで終わってる、後ろにちゃんとリアフックついてるし、はい、まあ、こういったところにこだわりをちょっとつけさせてもらったかなと。まだまだ調整中。いや、これもね、ほぼ完成品です。最終 OK に。はい。そんなのも聞きますよね、多分。いや、出てくは来ますよ、うん、だけどこれに出てくるのってやっぱ治療付きなんで、あ、うん、乗り切らないんですよね。シャットとかの食うでしょうね、あれね。じゃあ爽やかにお願いします。はい、ずっと二日酔いみたいな気してますよ、うん、小森さん爽やかだけが売りなんで。あ、だけとか言われて、はい、そういうのは、まあ、まあもちろんトーナメントが強いっていうのはもちろんあれですけど、爽やかといえば小森さんじゃないですか。何言ってるんですか胸焼けといえば僕ですよ胸焼け気味の小森さん。こんなに、なんで急に胃が悪くなったかな、謎だらけ。
琵琶湖から帰ってくる途中にね、はい、車運転しててものすごい吐き気がしたの途中で、はい、胸焼けがして、はい、寝不足したしコーヒー飲みすぎだし、はい、体調もちょっと悪かったんで、はい、もうそれ4月30日なんですよね、はい、こっからしばらく落ち着いてたんですよ、うん、で胃薬飲んで、はい、疲れが溜まってたんでしょうね。そうっすよね。だって九州のスーパートレイルから休憩しないでそのまますぐ行っちゃいましたもん、うん、まあね、本当はだってこれ試合の延期がなかったら今も広島にいますからね。そうっすよね。でも延期が入ったからといって別に何かでこう気を抜いたりとかせっせをしたってことないんだけどね。とにかく先週の月曜日ぐらいから、先週の先々週の金曜日にちょっと高滝ダムの近くのどさんこで、はい、ちゃんぽんを頼んだらすっげえ量だったんですよ、はい、でこれ1人前って聞くぐらいの量が出てきて、はい、それ食べ過ぎたってのもあるんですけどね、あれは確かに調子が悪いギルのね、うん、ネストが始まったばっかりだと思うんですよね、はいはいはい、ギルのネストが終わってギルの稚魚が生まれ出すとこの立ち木にギル稚魚がすごい溜まるじゃないですか、はい、そうなってくるとこう立ち木スモラバがね最強になってくるんだけど、あ、そういう展開なんですね。あのギルネストギルネストってのはよく聞いてて、うん、それの孵化した後まで見越したそういうパターンがあるんですか？ありますよ。あ、そう、なんか漠然と立ち木連縄ぐらいにしか考えたことなかった。ギル稚魚パターンですね。それがギル稚魚なんですね。はい。だいたい何センチぐらいなんですか？その2センチ以内じゃないですかね。そういうのがふわふわいっぱいいて、はい、それに反応する。そんな感じですね。認知前後の脳進化。認知前後じゃないです。これカットテール、テールカットの。カットテール、テール、カットテール押さないテールカットですね。ややこしいからちょっと後で。ややこしいこと言うから変わっちゃったじゃないですか。俺のせいですか今の。絶対そうでしょ。絶対俺じゃないと思うんだけど。なんかね、カスキャスターがちゃんと入ってないんですけど、ちょっと待ってよ、ね、メールシンガーが後ろに入ってるんですよ。あ、あで、まああのこういうカバーの裏とかにね、はい、入れていくんだけど、まあ、カバー猫でも全然いいんですけど、はい、まあ、もうこの時期はそんなネチネチやらなくても食うから、スッと入れたいから、スッと入れてトンと落としてボトムに置いといて、はい、まあ、シェイクしてもいいんだけど、トミちゃんリグって、そうですそうです。あ、なんか動画で見ました、ヤマタヌキのお尻に進化を入れるトミちゃんリグなるリグがあるって。それをカットテールのテールをカットしたやつですね。じゃあもはやそれは小森さんリグなんですか？違うな、これは舐めるところでよくやるんですよ。入れるだけだったら強い。まあ、亀山はさすがにネコリグ入れた方がいいけど、うん、かかるからね、ネコリグ。オフセットフックなんですね。オフセットですよ。よいしょ。さあ、そろそろ釣ろうか。この辺が痛いのは筋肉痛だ。はい、痛くてしすぎた。昨日ハッスルしちゃったんですか。でも胸焼けは変わらずしてるのかな。でも収まってるっちゃ収まってますね。亀山の亀って全開ですもん。ミシピッピ、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 言えてないです、言えてないです、コーリコーリさん言えてないです。ミシピミシシッピ、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 サンシッピ、ヨシッピ、なんか違いだよなって思ってよ、なんか違うのよなって思ってよ。ミシシッピ滑舌だったら小森さんに負けない気がする、ね、滑舌は無理だな、うん、滑舌トーナメントだったら俺小森さんより上位にランクできるような気がする。滑舌は無理だな。ゆっくり喋ればできますか、ね、まあまあそうですね。でもミシシッピは3回言えない。なんで急には言い出したのかなと。動かないです、動かないです。これさ、動かない、近すぎましたね、僕が気づくのがね。今結構いいサイズでしたね、いいサイズでしたね、うん、
さっきからこの辺でフィーリングしてるやつでしょ。今俺もフィーリングして動けない。フィーリングしてるんだ。止まってます。見に行った。今日いるんだけどさ、提灯するつもりじゃなかったね。完全に見に行きましたね。でもね、田中さんが立ち上がってカメラ撮った時に出て行った。マジっすか。マジで、本当にすいません。まあ、しょうがない。今のこの距離でもダメなんだ。ダメですね。動きはね、見抜かれますね。さっきと同じバスですか。同じバスね。カメラ目からかけとこう。あれもちょっと群れで泳いでましたよね。ああいうの釣りたいの本当に。はいはい。あ、あれっぽいです。さっきここから出てきてる。まだ追ってます。まだ追ってる。これを食え。じゃあ。これでさ、これ多分こっちの。これ濁りが釣り公園の方から来てるわけですよ、はい、そうすると混ざってるこの辺で結構浮いてきてふわっとフィーディングしてますよね。境目。あ、本当だ。で向こうから船来るとベイトがバーッと入ってくるからそこでボイルが起こるんだけど、それが分かったところで釣れるのかな、あれ。うん、ここ、あれ、今右側の亀の向こうでしょ。はい、それって届かないでしょ。ん、いや、結構手前の、え、その、あ、なんていうか、でかいのが、なんか、ふわって食ったのが見えます。それ、亀でしょ。いやいや、亀じゃないの、いましたよ。亀の向こうにもいたんですけど、これ食うんじゃないか。食わねえな、見に来ないんだもんね。あっ、食った、一瞬、食って。一瞬、甘神。さすが初恋。さすが初恋。切ないな、やっぱ初恋。初恋は切ないですね。甘神で終わっちゃったよ。出ました。チュッてして終わっちゃいました。フレンチキスでしたね。フレンチキスでしたね。じゃあ5月編はロマンチック編ってことですね。いいですね。ああ、ロマンチック編だけど男しか出てこない、ね、スポーニングの時期はちょっと生々しすぎますもんね。エロスですね。もうちょっとエッチしちゃってますからね。エロスからロマンチックに変えても、スポーニングの後に初恋もおかしな話ですけどね。順序が違うですね。すげえな、やっぱライクは食いますね。スパーンっていう食うんだけどね。もうちょっとちゃんと見えてくれればってか、クリアだったらもっとバッコバッコ食うんだろうね。ちょっと濁りすぎですよね。難しいですね。たわいもない話しましょう。はい、渋沢栄一って、はい、宮沢総理大臣に似てますよね、顔が。はい。日本版あれ見てんですか、ドラマは。ドラマはあまり見てないですね。ドラマは見てないけど、一万円札が変わることぐらいは知ってますよ。トーナメントなくなって小森さん何してんですか。胃の心配。いや、失敗。あ、ほら今パコン来てるの。クッタクッタ。ちっちゃい。それじゃねえよ、あんた。
アジ釣れました。パコン食ったのが外れて横からちっちゃいのがパクってくれました。勝浦の沖津港からお送りしてます。いやー、いい味上がってますね。南蛮漬けするにはちょうどいいサイズですね。ちょうどいいサイズですね、はいはい、手おい大きくなって帰ってきてください。こんな時にあんな食い方してるじゃでかくはなれないタイプ。将来性期待できないタイプだな。ピケ一匹ですか。そこに出てきたさっき50ぐらいいましたね。混ざってんだね。まあ混ざるとは思うんですよ。そのこのから上でスポーニングしたやつとか、はい、そういったのが降りてきて最初に溜まる場所だし、ここは、はい、水深もあるんで、お腹すいたって言われて、はい、ねえ、なんか食べるって、そんな普通の会話してて楽しいですか。いや、嬉しいぐらいですけど。そう、お腹すいたったらうんこ食うって言ってくれるやつは絶対、ね、僕は楽しくて好きですね。絶対それはそれでコモさん切れそう。切れはしないな。ただじゃ済まないと思うな。そんなこと言ったら、じゃあトネコさん本当にうんこ食べるんですねとか言ってま始まっちゃうと思うんだよな。そんなことね、そんなことで真面目にうんこなんか食うわけないんだから、それぐらいの分別はつくでしょ。まあそれもつきますよ。お腹すいた、なんか食べるって言われたらなんか食べないって言うやついつも。言うんですか。うん。絶対もなんか一悶着させたいんですね。なんか食べないからお腹すいてるんだよって、その原理を分かってほしい。もうトーナメントがない時もそうやって、ね、あの言葉にあるこう戦いをこうしたがる。日々トーナメントですから。なんなら今あそこの亀と戦ってやってもいいよ。わ、いい動きですね、それ。これいいんですよ。近く行った。でもやっぱね、奥行きのあるシャローフラットとか、足の前とか、はい、そういったところだと思うんですよ。こうやって、こういうリザーバーだと起きれちゃうじゃないですか。はい、あのバックウォーターみたいなことはいいけど、こうやって起きれちゃうと、はい、もうバスが出てくる要素がなくなるでしょう。なるとそんなに強いルアーではないんですけど、この時期は釣れますよ。こういうビッグペンシルって昔よくあそこ丹沢湖に通ってた時に、あ、いいですね、よく釣ってましたね、はい、あそこも水きれいで癒されますよね。あそこほらカバーがないじゃないですか、はい、だから岩盤沿いとかこれでやると結構出るんですよ、アフタヌーンティーとか。微妙にいい音も出ますね、まあ、これすごく優秀ですよ。よく口なんかほっぺたで水叩いてる音が、僕過去に触ったビッグペンシルの中でこれとシャワーボローズでしたっけ、はい、はもうナンバーワンツーですね。でもシャワーボローズちょっとでかすぎるから、うん、これの方が全然いいですね。今シャワーボローズもかなりサイズ展開してますけどね。あ、そうなんですね。88みたいなのとかなんかあったよ。あ、シャワーボローズはいいわですね、うん、だってあれですよね、アクションが良かったからコバに、はい、それ何言ったらシャワーボローズですって言うから1個変えて、なんかと変えてもらいましたね。ジャーナイトドッグエクス変えてもらったから、はい、シャワーボローズは食いつきましたね。そういうペタンペタン言うペンシル欲しいんだよねと思って。あ、まあ、まあこれが、はい、でこれが出たからコバにこれをいくつかあげたんですよ、はい、だからあいつ試合で釣ってましたね。あ、小本さんが思ったやつ釣りましたよ。いいでしょ。これはいいな、ちょっと1個買います。ね、ハワイで投げたくなりますよね。はい、微妙にこれ買おう買おうと思って買ってなかったんで。メガマスのペンシルはこれが一番、これからちっちゃいドッグエクスが好き。プロの人たちは霞のプラってのはいつぐらいから開始するもんなんですか。6月の13ぐらいじゃないですか。ありがとうございます。俺の誕生日です。あ、じゃあその日はやめよう。613は、釣り子さんの誕生日です。おっしゃ。だけど、飛ばす。結局いましたね、ちゃんとしたやつが。これ痩せてる、もうワフター。よいしょっと。あー、でもいいっすね。長さは33ぐらいあるんだけど、いやドドドアフターほんとアフターの、はい、お疲れ様です。お疲れ様ですね。ルアーはこれは虫系、虫です。今これブーンです。はい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 。
よいしょ、ブーンで食いました。おお、さすが。いやいやいや、アフターって感じ。アフター、これを狙ってたけど、これを狙ってていいのかっていうぐらい痩せてるね。うん、ちっちゃくてあれだもんね。やっぱでかいの見えてるのでかいっすよね。よし、とにかく1匹釣れました、はい、まあ1匹じゃない、2匹なんだけど、はい、1匹のようなものですね。まあボイルをね、狙いたかったんだけど、ボイルがね、多分活発にやってたんでしょうけど、水が濁っちゃってるんでしょうね、うん、おそらく。うん、昨日今日濁った感じの濁りでしたもんね、はい、釣り公園の頃から来てる濁りが特にひどかったんで、はい、まあ、あれになるともっと上の方に、オリキサーの上流の方に行って濁りの境目とか狙うんですけど、はい、まあちょっと人が多いだろうと思ったんで、やめとこうということで下ってきました。はい、このブーン、各いろんなシリーズありますけど、何、普通の浮くブーンですか？これね、PE に絡むブーンですね。PE に絡むブーンが新発売ですね。嘘ですよ、うん、これは普通のブーンです。あの、いわゆる初期のオリジナルの一番最初のやつです。オリジナルの浮くやつです、はい。ハブくんがなんかめちゃくちゃはめてたのをよく見た。まあ、浮く虫だったら何でもっていう感じなんですけど、この部分はサイズ的にはすごい食わせやすい。ちょっと外してから喋りません、これ。イライラするから。そうですね。部分食いましたね。部分いいですね。これね、ピクピクとかならわかるんだけど、虫の一つの特徴というか、はい、マイナス点は、やっぱり着水の時に発見されないと、発見される率がとても低いんですよ。はい、だから、比較的、こう、バスが泳ぎ回ってるならいいんだけど、あんまり泳いでない時なんかは、これバスを見つけてからアプローチする方が、効果的なんですよね、はい、ピクピクだと誘ってこれるんだけど、うん、まあ、ピクピクでやるときは僕もちょっとストロークが欲しいと思っちゃうんですよね、はい、オーバーハングが今深すぎて、はい、こうエッジに魚がいるとストロークが取れないんで、はい、まあ、ちょっとこう狙いづらい感じです。だから見つけて、あ、いたいたって投げてポチャって食ってくれるのが、うん、一番手っ取り早いなぁとは思ってるんですけど、はい、まあそのね、釣られ慣れてるやつなんかポチャって逃げちゃうし、うん、難しいところですよね。確かに。さっき沖で泳いできた2匹とも釣られた後ありましたからね。ああ、そうですか。はい、はい、まあ、いつ釣られたとかは分からないけど、まあ釣れてはいるでしょうね。うん、なんかやっぱ距離詰めちゃうと食わない。うん、なんで頭だけ出してるの？食わないの？違う、そこじゃない。そこじゃないよ、あなた。こっちだよ。これ。食ったけど。焦るな。網の用意がなかったな。よいしょ、よっしゃ、取れた。でも痩せてるよな。ああ、来ましたね、山見水。はい、イエイ。山見、そこなんかね、ベッドじゃないですよね。なんかその白い石があるじゃないですか。その裏側に隠れてね、ずっとこっちを伺ってたんですよ、はい、ベッドじゃない自信はあります。なぜなら逃げも隠れもしないから。はい、もうちょっと回復しだしてるバス。そう、食ってるやつだと思うんですけどね、綺麗な魚体なんでね。よく引きましたね。まあでもそんな大きくないところが残念だと、はい、これで40ないですもんね。38ぐらいですね、はい、もうちょっと上が欲しいよ。ありがとう、バイビー。またな、また来世で会おうぞ。お父さんやめて、あんたお父さんでしょって言われてる感じのやつですか。なんか食いまくってますよ。よっしゃ、ちょっといいサイズ。あ、糸が変なとこに絡まってる。おー、ナイス、ね、いやー、元気。
ケー。いいっすね。まあでもアベレージっすよね、これ亀山のね。でも長い。いや、僕はでかいのが欲しいんですよ。イエーイ。すごい。一発ですね。一発ですね。元気一発でしたね。これはちょっと口の中ちゃった。まあでも丁寧にやればこういうアベレージがポコポコ釣れるシーズンには入ってきてくれたってこと、ね、そう、まあ魚は釣れますよ、魚は、はい。楽しいじゃないですかね、これは。いい、ありがとう。いい魚ですね。はい。痩せてるね、やっぱり。でもね、アフターザ・アフターズモーニングっていう魚ですね。ザ・アフターですね、はい、確かに。ちなみにアフターズモーニングっていう言葉はね、アメリカにないらしいです。はい。僕はアメリカ行ったことないんでわかんないですけど、はい、ポストスポーンっていうみたいですね、全部。あ、ポストスポーン。そうです。ただ個体的にはアフタースポーンの個体っていう、その水着のコンディションはポストスポーン、スポーニングの次、はい、バスのコンディションはアフタースポーン、スポーニングの後っていうような言い方をすることはあるかもしれないですけどね、はい、まあ日本ではなんかポストとアフターは違うって言ってる人いるけど、基本ポストとアフターは一緒ですからね。まあ脳進化をちょこちょこやって、ちょっとちっちゃいものはハフってこうかなってやつを騙し切ったっていう。今ですか、今なんかね、そうですね、落ちてるこの風が今こっち向きに流れ出して、はい、葉っぱと一緒になんかいっぱい入ってきてるじゃないですか、はい、でそれでなんかフィーディングしてましたよね、はい、結構活発にフィーディングしたんで、まあそう流れてきてるバス稚魚とかも食ってるから、はい、ひょっとしてと思ってこの2インチの、はい、よいしょ、ポップ X 入れました。じゃあ俺がもらいます。本当ですか、はい、いや使うんだったら使ってください、磨いて。家で歯磨きで磨いて、はい、綺麗になるでしょうね、はい、何色か教えてください、後で。わかりました。色によっては僕のやつかもしれない。元がピーオライギョだったら僕のです。はい、ライギョ系ではないですね。僕ピーオライギョと吉野桜しか使ってないです、ほとんど。じゃあ違います、小森さんとではない。とりあえずさっきので上がっちゃいますか。うん、どしゃりますよ、だって。はい、片付けありますもんね。はい、急ぎますよ。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、ちょっと急遽5月もご一緒できるということで。はい。で、今日どうだったんですか。いつも急遽すぎてよく状況の分かんないまま出世してるんですけど、今回ちょっとだけ分かってたことがあるんですよ。今回はまあアフター、ポストスパーの魚を釣っていくっていうことは分かってました。でもまあさすがにちょっとやっぱり天気もコロコロ来るたびに変わるし、なかなか合わせられないですね。はい、その中でも結構午前の部、中盤戦で最後は結構パターン掴んでパンパン連チャンっていう風に見えたんですけど。そうですね、やっぱね、午前中釣りたいっていうのも気になると思うんです。家でプラン立ててきて、午前中にやっぱりこういう釣りをしたいなとか、そういうのがあって、やっぱイメージ通り行くし、集中力つくのも午前中だし。だけど僕は午前中はね、まあボクシングでいうところの様子見、5回5ラウンドぐらいまでのジャブなんですよね。で午前中釣れないことなんか別に何とも思ってなくて、あの11時30分の嘆きの鐘あれを聞いた時にちょっと焦りを感じようっていうのが、まあ僕の亀山ダムでの一日なんですよ、いつも。でまあ午前中ジャブ打った感じでは、その朝から狙っていたまあポストスポーンの魚、それからまあそこから多く聞く離れても回復系の魚で、上流に向かったね、この海魚系の魚、これが多かったんですよね。だからその海魚系の魚がフィーディングしてるところにたどり着いたんですけど、まあ、ちょっと濁りが入って、狙って釣れるのかなっていう疑問が残る程度のボイル感だったんで、あれやってれば釣れると思います。だけど、一日ここにいてこれを見せるのっていうのがちょっと僕の中でも嫌悪感湧いちゃって、で、やめました。で、そこからは、もうちょっとスポーニングから離れたばかりのポストの魚を探しに、まあ、行ったんですけども、オーバーアングルのエッジにちょっとでかいのが浮いてたり、あるいはインサイドでたまにクルーズしたり、これがね、どれもたまになんですよね。どれもこれも 100m に1回ぐらいの現象なので、まあ絞りきれずにダラダラと後半戦になってしまって、まあ、後半はちょっとその回復系のフィーディングっていうのだけは無視して、そのポストの魚を中心に狙っていってポロポロと釣れたんですけども、まあでかいのには2回ぐらい巡り合ったかな。でもちょっと物にできなかったっていうのが悔しいところですね。いやー、でもちょっと本当勉強になるっていうか、前回とシーズンは確実に進行していたなっていうのを体感できたんで、はい、そういう時のルアーの
選び方とあと打ちどころはすごい見せていただけます。まあ、とりあえずあのゲロゲロの魚しか釣れてこない時期なのですけど、まあ、細いもの軽いものそして枝状のものを狙うっていうそれが分かっていれば大概釣れるんですよ。で、まあ、今日じゃないんですけど今日ちょっとリドレーダー持ってきてなかったんでこの間使い切っちゃって今日すっかり入れると忘れてたんですけど、まあ、前回はリドレーターの進化でついあの10日ぐらい前に結構数釣れたんですよね。まあ、そういうちょっと沈む虫系のワームなんかを、まあ、今言ったこちらがちゃっとしたこう枝系のものに沈めてやると数は狙える時があるんで、まあ、そういったプリスポーンとも全然違う。プリスポーンはボトムを取るか中層の早い釣りかそんなこと言ってたと思うんですけども、そこからこうまあちょっと変わった感じになってきてるなという神山ダムですね。ちょっと6月はもう霞のプラに入っちゃうから厳しそうかなってところで、そうなんですよね。6月は前半だったら来れるけど前半来ちゃうと今日とほとんど日程が変わらないっていう感じになってしまうんで、まあ面白い状況だったらちょっと無理していきたいと思ってるんですけども、はい、まあ、霞のプラがあるんでちょっと6月こそはできないかなと思ってます。はい、次はじゃあいよいよ真夏のちょっとガラッと変えたフィーディングパターンが見れるかもしれない。そうですね、亀山のワカサギフィーディングパターンって、まあ、ほぼ僕が走りでやってた釣りなので、はい、得意中の得意です、はい、一回テレビでもやってますし、はい、まあ、昔ほどあんな風に浮いてきてバンバン取れないんですけど、まあチェイスがあるけど食わないっていう話を聞くんですけど、あれをどうやって釣ったらいいかっていうのは確実に解説できると思います。あ、ちょっとぜひ6月はまあともかくとして、はい、7月編ちょっと暑いと思うんですけどよろしくお願いします。はい、そこまでなんとか、はい、待っててください。まずは霞戦頑張ってくださいということで、はい、いやじゃあ今日も一日ありがとうございました。ありがとうございました。はい。